ヤバパイ軍内の鉱山から掘り出された金の標本、寸法は 2.0x1.8x1.7cm ヤバパイ軍は、アメリカ合衆国アリゾナ州中心部近くに位置する、軍である。2010年国勢調査で、の人口は211,073人であり、2000年国勢調査からは、約43,500人増加した。軍庁所在地は、プレスコットである。 人口最大の都市は、ピオリアだが、ピオリア市の住人のほとんどすべては、マリコパ軍内に住んでいる。ヤバパイ軍は1864年に開かれた、アリゾナ12州議会第一会期で創設された、最初の4軍の一つである。その境界は、整形113度20分より東、平川より北と定義されていた。その後間もなく軍の領域内から、アパッチ軍。 ここにの軍、マリコパグの呼びナバホ軍が分割された。現在の境界は1891年に確定したものである。軍名はこの地域がアメリカ合衆国に併合された時に主要な住人だったヤバパイ族インディアンにちなんでいる。ヤバパイ軍の衛星写真アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は8127.78。 平方マイルであり、このうち陸地は8123.30平方マイル、水域は4.48平方マイルで、水域率は0.06%である。その面積は、ニュージャージー州の面積の93%に、相当し、ロードアイランド州、デラウェア州及び、コネチカット州、また、コロンビア特別区より大きい。地形は、南のソノラ砂漠から、 北のここにの高原、また東のモゴホンリムまで劇的に変化している。最高地点は標高7979フィートのユニオン山であり、最低地点は現在、プレザント湖の下になっているアグアフリア川流域である。ヤバパイ群内には様々な植物症や動物症がある。例えばエフェドリニアハルシャギク属に属する多くの植物が見られる。 絶滅が危惧されるカリフォルニアファンパームの総林も見られる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヤバパイ軍はアメリカ合衆国国勢調査局によってプレスコット都市圏に含まれることとされている。括弧内は人口を示す。セドナ近くのエンチャントメントリゾートヤバパイ軍には タオロ・ソレリが開発したアーコロジーに基づく実験都市、アーコサンティがあり、1970年以来、建設中である。アーコサンティは、月曜日から、日曜日の午前9時から午後5時まで公開されており、10時から4時まで、毎日ツアーが出発している。コルデス・ジャンクションのすぐ北に位置している。アウト・オブ・アフリカワイルドライフ・パークは、 大型猫か動物に特化する人気のある動物園であり、タイガースプラッシュと呼ぶ水泳プールでのパフォーマンスや、その他の動物の芸が見物である。このパークは2005年にイーストバレーからキャンプベルデに移転した。バグダードの北西約10マイルには、アッパービューロクリーク原生地域がある。ここは、面積27,440エーカーの保護地域であり、 少なくとも150種の野鳥が住み、アリゾナ州の砂漠地帯では、数少ないダムのない永続する水流がある。ありがとうございます。